当然の結果だ。 ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。<笑>勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは。興味ないね。ウェッジ。 先に片付ける。
待ってるっすよ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、神羅の番犬。魔鋼炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔鋼だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鋼炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。
このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえかつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに桁違いだ。舐めてかかると死ぬ。あとはあんのか。
魔法の方が効くはずだ。隙を狙って決めていけ。まだまだ行くぞ。今だ、仕掛けるぞ。言われるまでもね、全力で潰す。出らっぞ。終わりだ。ソルジャーには階級とは別にランクがあって、いくつって聞いたら年じゃねえんか。普通はよ。おっと失礼、ソルジャー様に普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。魔航路の中心、あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。
てねえんじゃねえか。魔法で攻めろと言っている。罠かと思ってよ。信じなくてもいい、やれ。どけ、沈め。おい、使い方を知らない。なんだありゃ。マリアか。この防御システムは初めてだ。け、使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。はっ、貴様だ。弾かれ。黙らねえな。正面からは無理か。こっちだな。隙をつく。全然当たってねえぞ。システムにも穴はあるはずだ。じゃあ早いとこ見つけてくれや。逃げ。クソ、効かない。おい、全然当たって。ソルジャー様もお手上げか。助けてやろうか。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。邪魔、飛び出ろ。よっしゃ、反撃だ。一気に片付けると。どんなもんよ。どうだ。レーザーが来る。サソリの尾に気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。いける。
てる暇はない。あのサソリにくれてやる。急げ、脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。倒せない相手じゃない。じゃあ終わりだ。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち。急いで。何してるの？早く来て。急いで急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そうか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ねえ。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐ土管だ。邪魔すんじゃねえ。バレット、5秒でやるぞ。じゃあ急げ。あいつらと合流する。早くここから出ねえな。厄介なのが落ちまった。また眠らせるな。Hiss!
にはいかねえぞ。言われるまでもない。どけ。立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。